地獄の門はオーギュスト・ロダンが1880年代から1917年にかけて制作した壮大な彫刻作品です。もともとはパリの装飾美術博物館ミュージーでアーツデコラティスのために制作される予定でしたが、完成しないままロダンの死後、彼の作品の一部が組み合わさって地獄の門として知られるようになりました。地獄の門はイタリアの詩人ダンテ・アリギエリの叙事詩神曲の中で描かれた地獄の世界を表現しています。この作品はロダンが人間の苦悩や情熱、喪失、絶望といった普遍的なテーマを探求するために制作したものです。作品は非常に大規模で、高さ6メートル以上、幅4メートル以上あります。彫刻が施された門の上部には地獄の門の試作者と呼ばれる巨大なフィギュアが配置されています。その両側には様々な悪魔や苦しむ人々、地獄の場面などが表現されています。地獄の門には様々な彫刻が含まれており、その中でも最も有名なのは考える人と呼ばれるフィギュアです。このフィギュアは後に独立した作品としても知られるようになり、ロダンの代表作の一つとなりました。地獄の門はロダンの芸術の象徴として高く評価されています。その力強さ、詩的な表現、情熱的な彫刻技法などが多くの人々に感銘を与えています。現在ロダン美術館などで地獄の門に関連する作品を鑑賞することができます。東京国立西洋美術館にはオーギュスト・ロダンの彫刻作品地獄の門